どうもどうも、中野実験室です。マインクラフト雑談です。今日も石を積みながら話す雑談をやっていこうかと思います。本日は、2019年7月2日の収録であります。一つ前の、空から石を積むやつは、だいぶ暗い話をしたんですけど、今回も暗い話をしようかと思ってたんですけど、さすがに2回連続暗い話をするのはいかがなもんかと思いますので、ゲームの話でもしようかと思います。私が絶賛やっている、スマホゲームロマンシングサガ RS リユニバースの話をしようかと思います。ブログにも書こうかと思ってたんですけど、ハーフアニバーサリー、配信開始から、半年が経ったところで思うところを書いてみようか、ブログに書こうかと思ってたんですけど、今日は話そうかと思います。夜が来たので、一旦ベッドに行って寝ようかと思います。実はここ、湧き潰しも何もしてないので、モンスターが湧きまくるという危険地帯でもあったりします。おう、しまった。もうこの時点で湧いてるかもしれません。石の積みを、積むのの続きをやりますけど、モンスターが湧いていないのを確認しつつ、やらなければいけません。どうやらいないようです。で、ロマサガ RS が半年経ったんですけど、ちょっとなんかすでに限界が来ているような感じもあります。というのも、遠征機能というのがありまして、まあ、2時間、4時間、6時間、12時間、18時間と、まあ、いくつか種類がありまして、まあ、2時間だったら、2時間遠征というのを選択しておくと、まあ、遠征に参加したキャラのステータスが上がるという、まあ、スマホゲームでは多分よくありがちな設定なんですけど、システムなんですけど、まあ、それがほとんど意味をなさなくなってきているというのを感じてました。まあ、例えば2時間遠征だと、ヒットポイントが100以内で、それぞれの能力値、力とか素早さが10以内のキャラが、まあ、推奨といいますか、それぐらいのまあステータスの低くてヒットポイントも少ないキャラだと2時間の遠征に参加させるとまあパラメーターが上がるみたいな設定なんですけど、ぶっちゃけそんな弱いキャラもういないというのが現状です。というのもまあ2時間の遠征って、例えばまあ24時間本気で寝なかったとしたら12回行えるわけなんですけど、さすがにまあ全く寝ない人もはいないと思うので、まあ、一日の半分スマホゲームに向き合ってるってどうかと思いますけど、まあ例えば、食事休憩とかそういう時に遠征のやり直し、再セットとかをしたりするのを含めて、まあ2時間ですから一日4回5回ぐらいはまあできるんじゃないでしょうか。4時間の遠征だと、まあ、2、3回はできるかもしれません。まあ、そんなわけで、まあ、ただ何もしなくても、時間が経つだけでパラメーターが上がるという仕組みがあるんですけど、うん、もうその半年も経っちゃうと、ヒットポイント100以下のキャラなんてほとんどいない。で、まあ、ガチャとかを敷いて、新キャラが当たったら、ステータス、最初のステータス低いですから、ヒットポイント100以下のキャラとか加入されるんですけど、そういうキャラもまあ結局なんだかんだしてる間にまあ2時間の遠征とかは全然いかなくなって、まあなんだかんだでただ戦闘に参加しなくても遠征に参加し続けてるだけで、まあ200、300とモリモリと上がっていくような感じがあります。またブラウザゲームの、アンリミテッドサガじゃなくて、インペリアルサガとかと違って、キャラとスタイルという概念で言ってますから、例えばアルベルトが私のパーティーの中にはいますけど、
新スタイルのアルベルトとかがこれから手に入ったとしても、まあ、すでにあの基本ステータスっていうのは、他のスタイルで上がってる状態になってますから、今後システムが変わらない限り、ヒットポイント100以下のアルベルトっていうのは私のパーティーの中には絶対に現れないキャラになっています。まあ、そんなわけで、全くの新キャラっていうのが加入しない限り、まあ、低ステータスっていうのが存在しないので、まあ、YouTube で RS の動画とかも私は見なくなったので、なぜ見なくなったかっていうと、2ちゃんとかに出回っている、今は5チャンネルですか、5チャンネルとかに出回っている、その、ネタバレ情報、リリース前の情報とかを結構話しちゃう人が多いので、まあだから YouTube のロマサガ RS 動画は見なくなったんですけど、話がそれましたけど、まあ、もうやり込んでる人は2時間、4時間、6時間ぐらいの遠征っていうのはもう全く無視してる可能性もあるんじゃないかなと思います。っていうのもまあ2時間の遠征をすれば、まあ2時間ごとに遠征終わりましたというスマホの、お知らせが来るわけで、まあそのお知らせを切ることもできるんですけど、まあ2時間経ってもステータスは一つも上がらないっていうのが、1日に何回もあるっていう状態がもう、随分前から続いております。今、エンダーマンが来ましたね。すごくドキッとしました。なので、まあ、なんかその辺にシステムの見直しが入るんじゃないかなと思ったりもします。まあ、言っても意味がないというか、50オーラムとか、あるいはその、武器強化素材とかが当たったりとかするときもあるんですけど、ぶっちゃけそんなのいらないというのが本音でありまして、たまに、1ヶ月に1回あるかないかですけど、スタミナ回復剤を遠征先で見つけてくることがあって、それはまあ普通に嬉しいですけど、ステータスも上がりもしない遠征っていうのを毎日、通知が来たらチェックして、再セットしているっていう、そのあれは何なのかなと思ったりもします。常にステータスが弱いやつがパーティー内にいるほど今はキャラ数が多くないので、そしてまあそんだけキャラ数を増やそうと思ったら課金でもしないとガチャが回せないので、やり込んでる人ほど遠征機能っていうのがまあオワコンになってる可能性はあるのじゃないかと思って、今回話してみました。以上です。石は結構積み上がってきました。もうだいたい一周するのに7分ぐらいかかってるので、結構な長さになってるんじゃないでしょうか。また石を積みながら雑談はしていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。